パンチカード。パンチカードは、先行カードなどともいう、厚手の紙に穴を開けて、その位置や有無から情報を記録する記録媒体で、以前には参考シテープと共に多用された。電子式コンピュータ以前のタビュレーティングマシン、パンチカードシステムの時代から多用されたものであるが、近年は、コンピュータ用の主力メディアとしては、過去のものとなっている。画像などといった、大容量のデータを負担なく、 扱えるようになる以前には、四角い窓を作って、そこに写真フィルムを貼るといった使い方や、端に切れ込みを入れて櫛を使った手作業で分類できる、エッジ、ナッチットカード、ハンドソートパンチカードの節を参照など、紙テープとは違ったカードならではの使い方もある。現在の使われ方としては、国や地方によっては選挙の投票用であるとか、穴を開けるのではないものの、 マークシート用で、同一の大きさ、形状、材質のカードが使われていることがある。パンチカードの先祖は食器に由来する。いくつかの先行例はあるが、広く知られている厚紙でできた定型のカードに穴を開けたものを利用して、模様を自動的に折り込むようなカラクリが組み込まれた、完成度の高い自動食器は19世紀初頭。 フランスのジョゼフ・マリー・ジャカールにより作られ、その名が付けられたジャカード食器は、その末裔が今日でも使われている。機械の制御ではなく、情報の格納手段として、パンチカード上のものを最初に使ったのはとされている。コルサコフは、彼の考案した技法と機械を1832年9月に発表し、特許を取得せずに機械を公的な用途に供した。19世紀に、 数値を計算する機械の制御にパンチカード上のものを使うことが構想されたものとしてチャールズ・バベッジの解析機関がある。バベッジはジャカード食器をヒントにしたとされている。なお、解析機関は完成しなかった。20世紀にコンピュータ用として多用されたパンチカードそのものの直接の祖先は19世紀末のアメリカでハーマン・ホレリスによるものである。 大規模な移民の受け入れにより急激に人口が膨張しつつあったアメリカでは1880年の国勢調査が1889年になっても集計が完了しないという事態が発生していた。これには単純な人口の増加だけではなく集計する項目を増やしたことによる必要な作業量の増大にもよると言われる。次回の調査を実施する時期に至ってもまだ前回の 調査の集計が終わらないという、古困難を、ホーレリスは、機械の導入により解決することを考察した。当初は参考テープなどを試したが、最終的にパンチカードという形態にたどり着いた。ホーレリスが考案した、パンチカードを利用するデータ処理機械である、タビュレーティングマシンは、国勢調査の手作業による集計に比して10倍の、スピードを実現したとされる。同時に、 1>, 1から9を予び例の重心一桁の整数値とアルファベットをパンチカードの穴でエンコードする一種の文字コード、現代の文字コードとは異なり、紙製のカードで利用する前提で設計されている。例えば、全部の桁に穴を開けたりはしない、ホレリスコードも考案した。当時は、手書きで記録を取り、それを事務所に持ち帰ってパンチカードに転記するという手間を踏んでおり、かつ、 ホーレリスの集計機自体も一回一回人間が処理の仕方を設定する必要があるなどの欠点があったが、その圧倒的な処理能力は脅威のテクノロジーと称賛され、政府機関だけではなく様々な分野で使用されていくことになる。多数の顧客情報を処理しなければならない、保険会社などでも使われた。あとに、 電気式加算機の計算機構を組み込んで、かなりの計算ができる機械が登場し、会計処理だけでなく、科学技術計算にも使われるようになった。ホーレリスは1枚のカードに45項目、1項目に、月12種類の選択肢の情報が記録できるような、仕様を策定した。このカードはサイズを身近な1ドル紙幣と同一にし、普及のために、定額で販売したため、 事実上の標準となった。そして1896年にこの事業のために、ホレリスが起こしたタビュレーティングマシーンズ社は、幾度かの統合を経て、巨大企業、IBM の母体となっていく。ホレリスの仕様は、後に、IBM によって、カードのサイズは、同じままで、カードの穴を円形から長方形にすることで80項目に拡張された。この仕様、特に、 一行八十項目、桁は、フォートランを筆頭としてその後長く受け継がれて、行くことになる、口述。1950年代まで、パンチカードは、データ入力やデータ保管、データ処理の主な手段として使われた。ただし、もっぱら参考紙テープを利用した、コンピュータ、あるいはテープを好んだ文化のメーカーもある。IBM の記録によれば、IBM は1三十七年には、 ニューヨーク州エンディコットに32のパンチカード工場を持ち、毎日500万枚から1000万枚のパンチカードを生産していた。パンチカードはアメリカ合衆国連邦政府の小切手や貯蓄債券など法的書類にも使われていた。以上で述べたようなデータ処理機械の歴史に続いて、ハーバードマークアイのような数値計算機械も現れ、第二次世界大戦の終わった後、 急速に電子式コンピュータの発展が進み、数値計算とデータ処理の統合といえる、情報処理、インフォメーションプロセッシングやコンピューティングといわれるようになったチューリングやノイマンやシャノンらによる数理的な理論の確立という背景もある。1950年代、ユニバークアイの入出力装置が新たなデータ入力手段として磁気テープを導入した。 1960年代には磁気テープを採用するコンピュータが増えていき、パンチカードから高速で書き換えの効く磁気テープへの移行が徐々に進行した。IBM はすぐにユニバクを追撃し、1960年代には世界一のコンピュータ企業となった。1965年、モーホークデータサイオンセスはキーパンチの代替として直接磁気テープに タイピング内容を記録する時期テープエンコーだという機器を発売し、ある程度の成功を収めた。それでも、パンチカードはデータ及びプログラム入力手段として1980年代中頃まで使われ続けた。1952年発売の IBM 発の商用コンピュータ IBM701 や大ヒットとなったシステム。 360のデータ入力の基本は80桁長方形の穴のパンチカードである。またユニバクなどのコンピュータでは、丸穴の90桁のカードが使われた。もともと機械的な装置だった時代に、アウトラインが決まったものであるため比較的大きく、トランジスタ化などコンピュータの進歩に合わせ小型化したものも試作されたりしているが、すでに、 デファクトスタンダードとして普及してしまったものを置き換えるには至らなかった。またプログラミングなどの際には先行してしまうので現代のテキストエディタのような文字単位の編集は後から一切できないという欠点から一般に鉛筆などを用いて別の紙あるいはカードの上辺の間隔が空く位置に書き込んでおき後でまとめてパンチしていた。なお、コンピュータ時代のパンチ機械には 先行と同時に印字されるといったものも多い。大規模な組織などでは、プログラマとは別にキーパンチャー、単にパンチャーともという専門職によって、プログラム用のカードもパンチされるなど分業されていることもあった。パンチカードの利点は、行単位の編集が容易であるということがある。プログラムの一行がパンチカードの一枚になるため、内容を修正したい場合は、 中性業に相当するカードを差し替えるだけでいい。また、ブロック単位に移動する場合もカードを入れ替えるだけで済む。これは、紙テープでは物理的な切り割りを行う必要があることを考えると非常に効率的と言える。一方で、業単位ではない編集は極端に苦手であり、むしろ紙テープの物理的な切り割りの方が有利と言える。プログラマによっては、 全く同じ内容になるような行が現れるように工夫しソースコードの再利用を実際のパンチカードの再利用として言っていた者も,もいた。また当時ありがちだった事象としてパンチカードの束、デックを落とすなどした弾みでバラバラに散らしてしまい順序がわからなくなってしまうと並べ直すのが大変というものがあった。当時番号が打たれているなどすれば何とかなるが さもなくば入力し直した方が早いなどとも言われた。当時の写真などでカードデック上部に車線を引いたりしたものがあるのは並べ直しを簡単にするための工夫である。1970年代から1980年代にかけて磁気ディスクや端末が低価格化し安価なミニコンピュータが普及したためパンチカードはコンピュータへのデータ入力手段としての役目をほぼ終えた。 また、そもそもミニコンピュータはメインフレームとは違う文化圏を形成し、その文化圏では紙テープの方が好まれたといった側面もある。それでも多くの業界標準規格やファイルフォーマットにパンチカードの影響が残っている。パンチカードの代替となった IBM3270 などの端末は既存のソフトウェアとの互換性を考慮して1の表示文字数を パンチカードと同じ80文字とした。グラフィカルユーザーインターフェースは、可変幅のフォントも表示可能だが、一行80文字を前提としたプログラムは今もある。ごく簡単な読み取り機が作れる紙テープとは違い、比較するとかなり大げさな機構が必要なパンチカードは、1970年代のマイコン革命においては完全に急勢力の遺跡であり、 その後のパーソナルコンピュータの誕生と普及によって、絶対数としては大きく減ったわけではないのだが、相対的には圧倒的少数となったメインフレームとともに少数派の存在となった。ホーレニス、IBM の80ランパンチカードがコンピュータに与えた影響には以下がある。世界的に大規模な選挙においては、記号式投票が一般的であるため、 その一手段としてパンチカードが投開票に使用されることもある。アメリカ合衆国の大統領選挙では1964年から採用する州や軍がある。1996年の時点では登録有権者数において37.3%の地区でパンチカード式投票を採用していた。これは有権者がパンチカードに穴を奪つ方式だが、 先行装置を押す力が弱い場合などに先行クズが残るなどして誤った読み取りやそれに基づく問題を生んだ2000年のアメリカ大統領選挙では最終形の度に集計結果が異なり以前からあったこのシステムへの疑義が改めて提示されることとなったこの場合のパンチカードは不完全なデジタル情報を記録するものであり穴が開いている 相手いないを人間が判断する必要が生じたことなどがその原因の一つとして挙げられている。また、先行クズによって機械が止まり、それによって無効票が多数出るなどの問題も発生した。これは手操作により簡単に扱えるカードとして事務用や調査データの処理用に以前は盛んに用いられたものである。英語ではエッジ、ナッチットカードという日本では 日本パンチカード工業がハンドソートパンチカードという名前で製造を販売していた。カードの周囲に多数の穴を開けたもので特定の穴の部分を切符の改札のように切り取ることで情を記録し穴に棒を通して引き上げるとそこが切られたカードだけが振り落とされるというものである。ここで使われているソートの子は講義の用法で数値的に 小順は高順に並べるという意味より広く分類するといったような意味である。自然数の値を日地方で表現し、奇数相当によって数値的に相当することもできる。パンチカードは IBM カードやホレリスカードとも呼ばれた。IBM 自身は文書で言及する際は最初に IBM カードあるいはパンチカードと呼び、その後は単にカードと呼んでいた。 穴を開ける前のカードを、プンチョットカードと呼ぶのは矛盾しているため、タビュレーティングカードあるいは、タブカードという故障も用いられてた。当初、用途ごとに、デザインされたカードレイアウトが使われていた。パンチカードとそれを扱う機械が標準化されるのは1928年頃のことである。長方形、円形、楕円型などの先行クズはチャド、またはチップ、チップ。 IBM の用語と呼ばれる。複数文字からなるデータや大きな数は、カード内の連続する欄をフィールドとして格納される。一連のカードの集まりをデック、またはデッキと呼ぶ。カードの上辺の左右どちらかの端を斜めに切るのが一般的で、それによって、デック内のカード順序の間違いや、反対側の端が切られた別、デックのカードが混じっている場合などを容易に検出できるようにしていた。 カードには穴の位置が判別できるような印刷がされているのが一般的である。特定用途用に縦の線を印刷することでフィールドを区切ったり、フィールド名を印刷したカードも存在した。ハーマン・ホレリスは機械式タビュレーティングマシンの一連の特許を1889年に取得した。それらの特許では記録媒体として紙テープと長方形のカードの両方を記述している。 で示しているカードはテンプレートがあらかじめ印刷されていて穴は辺に沿って開けることになっており車掌が使っていた改札バサミを先行に使うことを想定していたカードの中央部分は文字などの書き込み用とされていたそもそもホレリスは車掌が切符の端にハサミを入れる位置で乗客を大まかに分類していたことからこの方式を思いついた私は西部に旅した時 確か、ポンチフォトグラフと呼ばれる切符を持っていた。車掌は、乗客の明るい頭髪、黒い瞳、大きな花といった特徴に応じて、切符の所定の位置に入居していた。見ての通り、私がやったのは、ポンチフォトグラフを全員分作っただけのことだ。改札バサミを使う方法は単調で間違い、安かったので、ホレリスは、カード全体を先行領域とし、 パンタグラフ型のキーパンチ先行器具を発明した。また同時にカードにテンプレートを印刷するのをやめ、パンチ機側にマスターテンプレートを装備し、人間がそれを見てパンチ位置を決定できるようにした。ホーレリスはいくつかのカードサイズを検討した。1890年の国勢調査の集計に対して、ホーレリスが提案したシステムでは、 一般的なあらゆる用途に対応できるものとして3インチ5.5インチのマニラーサの繊維で作った紙を示唆している。1890年の国勢調査で使われたカードは丸や穴を開けるもので24欄12行の構成だった。このカードを使用する装置などの情報はコロンビア大学のコンピュータ誌についてのサイトにある。 ある時点から 3.25×7.375 インチが標準カードサイズとなった。これは当時の1ドル紙幣より若干大きく、1ドル紙幣が2014年現在の大きさになったのは1929年から、コロンビア大学のサイトによれば、紙幣運搬用の箱にぴったり収まるようにこの大きさにしたのだという。 コーレリスの当初のシステムでは用途によって場当たり的な不合化システムを採用していた。つまり、いくつかの穴が特定の意味、例えば性別や既婚か未婚かなどを表すようにしていた。当時のタビュレーティングマシンには最大40個のカウンターがあり、それぞれに一周で100までを表せるダイヤルが対応していて、2つ一組で一方のダイヤルが カウントアップして一周したらもう一のダイヤルが一、メモリだけ、カウントアップするようになっていた。それによって一万までのカウントが可能である。集計作業に際しては、個々のカウンターが特定の穴の位置に対応付けられている。ホーレリスはまた、リレー回路を使った穴の組み合わせのカウントも可能にしており、例えば既婚の女性のみをカウントするといったことが可能だった。 その後、不号化が標準化され、12行の内下の10行を、数字の0から9に対応させた。これにより連続する、複数欄を使って、大きな数値を表現できるようになり、単なるカウント以上のことが可能となった。コムリーのザ・アプリケーション・オブ・ザ・ホレリス・タブヤ・レイティング、マシン・ツー・ブラウン、S ・テーブルズ・オブ・ザ・ムーンには、ホーレリスの45欄カードのイラストがある。 1928年、IBM は縦長の長方形の穴を採用し、80欄で各欄に12のパンチ位置があり、1欄、コラムで1文字を表す形式のカードを設計した。寸法は 187.325mm、82.55mm、×インチである。材質は厚さ178マイクロメートル、0.007インチの滑らかな紙である。 重ねると、143枚で1インチの厚さ、約56枚で1センチメートルとなる。1964年、IBM は四隅を丸めた形に変更した。通常、2000枚が箱に収められた形か、連続帳表形式で販売された。連続帳表型のカードは、事前に番号とそれに対応する穴を開けた状態で販売されてり、 例えば小切手など厳密な文書管理が必要な用途に使われた。一つの欄には数字の0から9に対応する部分とカード紙型の YX-0 ゾーン、12から11から0ゾーンとも呼ばれたがある。数値のみを格納するだけなら各欄に一つだけ穴を開ければよい。数値の政府の符号は最下桁の Y、X ゾーンで表し、正なら Y、負なら X をパンチする。Y、X ゾーンは他にもマスターレコードであることを示すなど様々な意味で使われた。カードの最上端にパンチ内容に対応した文字も印刷できる。また、81番目の欄もあり、これはプログラムなどの複雑なカードをカード先行機、カード読み取り機が処理する場合に先行、読み取り誤り防止用のチェックディジットとして使われた。 その後、一覧に、複数の穴を開けることで、英大文字と特殊記号を表現するようになった。英字は2箇所に穴を開け、yx-0 ゾーンと、数字1から9。特殊記号は3箇所に穴を開ける、yx-0 ゾーンと、数字2から7、数字8。一部の特殊記号は1結、または2結で表される、e b i d i c のは12のみ、は11のみ、は01。 これにより、ゾーン、12、11と、数字、1から9の組み合わせが何を表しているかはの欄の、使い方に依存するようになった。例えば、12から1という組み合わせは、A 字があるはずの欄では、A を表し、符号付き数値があるはずの欄では、正の符号付きの数字1を表し、符号がないはずの1の数字1なら12は別の、何らかの意味を持つ。 イービシュディックは1964年に導入され、最大6箇所に穴を開けるようになったゾーン12、11、0、8、9数字1から7。IBM や他の製造業者は80ランカードに様々な文字コードを採用した。1969年の暗視規格では128種類の文字のパンチカード上のコードを定義しており、ホレリスコード ホーレリスプンチョットカードコード、またはホーレリスカードコードと呼ばれる。用途によってはバイナリ形式が使われ、それぞれの穴が一つのバイナリリジット、ビットを表し、各欄、列が単なるビットフィールドとして扱われ、任意の組み合わせで穴を開けられる。例えば704、709、7090,7094シリーズ科学技術コンピュータで使われた。 IBM 711カード読み取り装置は、ラン列ではなく一行を36ビットワードを2つ、格納したものと介した72ランを使用し、8ランは無視する。無視する8ランをどこにするかは、読み取り装置のプラグボードで変更可能だが、通常右端の8ランを無視する。この無視される8ラン、通常73から80を C 検数番号を入れるのに使うことがあり、 カードデックを落とした時などに、そうとするのに使った。IBM 1130やシステム360といったコンピュータでは、すべてのンを使った。IBM 1 4 0にカード読み取り、先行装置では、縦の一欄に2文字を格納する、コラムバイ投げというモードを使い、3欄、3行で36ビットワードを表した。しかし、 多くの古い先行装置は一覧に三欠までしか先行できずバイナリカードを作ることはできなかった。バイナリモードの冗談として全部の位置に穴を開けたカードを作ることもでき、それをと呼んだ。そのようなカードはカードとしての強度が足りず、機械の中で曲がったり詰まったりする。80覧のカード形式は市場をほぼ独占し、他の業者も生産していたが、 IBM カードと呼ばれていた。最もよく使われたのは IBM5081 というフィールド分割されていない汎用のパンチカードである。その品番と形式は US ガバメントスタンダードフォルム5081として採用され他社もその番号を品名に採用していた。そのためユーザーにもその品番が知られていた。IBM のが開発したマークセンスカードは マークシートの楕円形のマークが印刷されたパンチカードで、導電性の特殊な鉛筆でマークを記入できるようになっていた。当時は、光学式マーク認識で湧くマーク部分に導電性があるかどうかで判別していた。一般に何らかの初期情報がパンチされた状態でマークを記入する。例えば品名や品番をパンチしておき、棚卸し作業で在庫数をマークする。 マークの読み取りも可能なカード先行装置に読み込ませるとマークした情報がその上にパンチされる。アパチュアカードはカードの右側に四角い大きめの穴が開いているパンチカードである。その穴に 35mm のマイクロフィルムをはめ込む。例えば各種設計図の保管に使用されたパンチカード部分には図面の番号などをパンチしておく。完全なデジタル形式で保管するより 便利な面もある。1958年、IBM のサプライ品部門が発売したポータパンチは、専用の印刷がされた IBM 製パンチカードに、人手で正確にパンチできる器具である。ポケットに入る大きさであり、どこでもパンチカードを作ることができる。棚卸し、伝票作成、統計調査などの現場で直接パンチカードに記録することを意図したもので。 文章を作ってベッドキーパンチで入力するという手間を省くものである。しかし、きちんと貫通しないことがあり、読み取り時に問題を発生することがあった。IBM は1970年代に中小型コンピューターシリーズのシステム3用に新しく96ランカード、マルアナを発表した。IBM5496 データレコーダーで先行と印字と確認ができ、 IBM 5486カードソーターでソートできる。カードに開ける丸穴は直径 1mm と紙テープの穴より小さい。BCD 文字6ビットと EBCDIC 文字8ビットのビット構成をそのままパンチするバイナリ方式。BCD の場合は1段32段で3段という形で使用し、1段で1文字を表す。 イービシディックの場合は、b c d での3段目のうち2行を1段目の6結に加えて8ビットを表し、別の2行を2段目に加えて8ビットとしている。つまり、イービシディックでは64文字までしか表せない。レミントンランドは、当初、ホーレリスと同じ45欄の丸穴のパンチカードを採用していた。1928年に、 IBM が80ランカードを導入したことを受け、レミントンランドは1930年に45ランを上下2段に分けてれぞれ1文字を表せるようにした。これを一般に90ランカードと呼ぶ。使用している文字コードは6ビットのバイナリーコードである。これも日本を含めて世界的に使われた。例えばアメリカ合衆国ではニュージャージーターンパイクで日本では 名神高速道路でユニバクの90ランカードが料金支払いように各ドライバーに渡さていた時期があった。IBM のフレッド・ M キャロルは標準的なパンチカードを製造する一連の輪転印刷機を開発した。1921年の機種は毎分400枚のカードを生産できた。1936年には全く新たな方式で 毎分800枚を生産できる機種を開発した。キャロルのカード用臨廷印刷機はパンチカード製造に革命を起こした。1930年から1950年までキャロルの印刷機は IBM 全体の利益の25%を生み出していた。カード印刷機で使われていた印刷版は IBM のカードを丸めて 円筒型にしたのと同じ大きさで廃棄されたものはペン立てに使われたりしていた。様々なレイアウトの版があるのでコレクションの対象にもなっている。IBM のマシンは顧客が買い取るのではなくリースするのが一般的だったため IBM は当初純正カードのみを使うよう顧客に要求していた。IBM は事業をサービス業と認識しておりカードもマシンの一部だった。 この件で1932年、アメリカ連邦政府が IBM を法的に訴えた。最高裁まで争ったが、IBM は敗訴。判決により、IBM はカードの使用を指定することしかできないとされた。1955年にも同様の裁判があり、1962年までに IBM のパンチカード生産量をアメリカ全の半分以下にするという和解がなされた。 トーマス・ J ・ワトソンはパンチカード供給が IBM の最重要事業だと考えていたが、この和解にトーマス・ J ・ワトソン・ジュニアがサインすることで IBM が新たな時代に入ったと言える。パンチカードが広く使われた期間は人の一世代にも満たないが、その影響は大きく、ポップカルチャーでもしばしば言及されている。次のような例がある。 1960年代にコンピューターシステムが普及するまでは、パンチカードシステム、PCS、パンチカードシステムは性英語だという主張もあるようだが、英語圏での使用例もあるが広く使われた。これはなどを用いてデータ処理し、データの保存も多くは、パンチカードを用いた。1960年代以降にコンピュータシステムが普及し、 1970年代以降に表示装置やパソコンが普及して、それらで代替されるまではコンピューターへのデータ入力はを用いていった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。